あるメーカーさん一社だけがですね、ピュアチョコレートなんですよ。はい、いらっしゃいませ。サンロードの花園です。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日はお菓子のコーナーよりお届けいたしますよ。皆さんはチョコレート好きですかね。チョコレートと言いますと、もういろんな種類ありますよね。私もですね、時々板チョコを買って食べるんですけども、で、この板チョコなんですけども、いろんなメーカーさんから出てますよね。なのでですね、あるメーカーさん一社だけがですね、ピュアチョコレートなんですよ。本日はですね、そのチョコレートをご紹介しようと思います。本日ご紹介する商品は、明治のミルクチョコレートです。板チョコね、100円前後と安い板チョコの中でもですね、この明治のミルクチョコレートだけがですね、ピュアチョコレートなんですよね。このピュアと言われるのはですね、植物油を使ってないんですよね。こちら裏にですね、原材料名書いてございます。ここよくご覧ください。植物油書いてないですよね。他のメーカーさんの100円前後の板チョコはですね、全部植物油が入っているんですけども、このミルクチョコレート、これだけね、植物油が入ってないんですよね。その植物油が入ってないことによりまして、このチョコレート本来の味をですね、楽しむことができるんですよね。だから、ピュアチョコレートと呼ばれてるんですよ。これら100円前後の板チョコの中でもですね、こちらのミルクチョコレート、こちらの商品だけはですね、植物油を使っておりませんので、チョコレートの純粋な風味をですね、楽しむことができますよ。同じ明治の板チョコでもですね、こちらのハイミルクやブラック、こちらにはですね、植物油が入っているんですよね。だからもう、ピュアチョコレートと言えるのは、こちら、明治のミルクチョコレートだけなんですよね。ということで、よろしければこちらの明治のミルクチョコレートお試しいただければと思います。他の板チョコとですね、食べ比べてみても面白いかもしれませんよ。ご視聴いただきましてありがとうございました。まだチャンネル登録しとらんと、そらいかんばい。チャンネル登録せんといかんばい。はよしなっせ。ほらチャンネル登録しなっせ。